東海道五十三時の内啓石川五右衛門四代目中村歌右衛門の石川五右衛門三代目歌川豊国画四代目中村歌右衛門とは江戸時代に活躍した歌舞伎役者矢号は聖駒屋拝名は芝将漢弱画号は先駆け校舎本名平野義太郎三代目中村歌右衛門の養子 江戸下屋の茶屋の子で、文化四年振付師の藤間勘十郎の門下となって、藤間亀三郎と名乗る。文化五年、江戸にいた三代目、歌い物の門下に入り中村藤太郎と改名。さらに文化十年三月には、中村鶴介と改名する。文政八年、三代目、歌い物の拝名である士官を二代目として襲名し、人気を得る。天保年月、四代目、 中村歌右衛門を襲名した。当たり役は多く、一の谷双葉軍旗の熊谷直ね、娘道成寺の白拍子など、体格、要望に恵まれ、世話者より、時代物を得意とし、所作時に優れた。天保二年三月に、江戸中村座で、六河川姿綾が初演され、僧上返上、文也や安有原の成平、貴仙法師、大友黒主の御役を演じる。 カエ五5年に1月、大阪でも、この、六河川を務めたが、これが、最後の舞台となり、同年2月に没す。去年57、門人に、養子の四代目、中村士官、三代目、中村勘弱がいる。風流六河川右より四代目、中村歌右衛門の編成、安秀、帰仙、成平、黒主。小野小町は二代目中三男枝。 カエ五5年に1月、大阪中の芝居、歌川博士邸が、天保の頃、住まいが深川時和町にあった。尾じ川の高橋から一万年橋までの北岸は、当時、四川河岸と呼ばれていた。六河川の起船の最初に、我が家は芝居の辰見城番町、しかも、浮世を離れ里とあるのは、この時和町の住まいのことを当て込んだものである。ありがとうございます。